レッツプレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回はマリと殿様です。では早速始めましょう。この曲は明治20年生まれ、長野県でお生まれになった中山新平さんの作曲です。中山さんは数多くの童謡流行歌など、なんと3000曲以上も作られた作曲家です。皆さんもよくご存知の曲、たくさんありますよ。例えば、ゴンドラの歌、船頭孝太、背比べ、てるてる坊主、雨降りお月さん、諸女寺の狸林に、肩叩き、あの町この町、シャボン玉、うさぎのダンス、砂山など、とにかくいっぱいです。それではまず、演奏する前に曲のイメージをつかみましょう。てんてんてんまり、てんてまりで始まるこの歌、面白いですよね。紀州の殿様が出てきて、一緒に旅をして、最後は紀州のみかんになったとか。絵本に出てくるお話のような歌。遊び歌ですね。なので、明るく楽しく吹きたいですね。今回は、楽譜通り、普通に吹く吹き方と、スタッカートや8分音符と16分音符の組み合わさったリズムに、アレンジをした楽譜で吹く、という2通りの吹き方に挑戦です。アレンジすることで、曲調に変化が生まれ、生き生きとした弾んだ感じになりますよ。まずは普通に吹いてみましょう。四分音符と八分音符で構成されていますね。一行目から見ていきましょう。一拍は表拍と裏拍で構成されています。便宜上表拍を白丸、裏拍を黒丸で表しますね。8分音符は、ここが表拍白丸で、裏拍黒丸部分がこことなります。演奏するポイントとしては、この白丸部分、ここの音量を少し大きめに、または裏拍を少し優しく吹くようにすることで軽やかに聞こえます。8分音符を同じ音量で吹くと、重たく聞こえてしまいます。さて、シのフラット。7ペケも出てきましたよ。少しシのフラット7ペケの復習をしておきましょう。左手部分がここ。右手部分がこことなりますね。7ペケは左手全体を動かしたり、横にずらすのではなく、人差し指、第一関節を伸ばすことで、指先がほんの少し開く。これが7ペケです。シのフラットになります。三日月のように、黄色い部分が指の隙間です。ほんの少し空いている状態ですね。今回出てくるシのフラット7ペケは、ソの音からの7ペケと、ドの音からの7ペケと、そして、レの音からの7ペケの3パターンです。ソからは比較的やりやすいですよ。ドからの7ペケ。
レからのナナペケ。ドの音から、またはレの音からは、左手人差し指の隙間が空きすぎる傾向が多いので注意です。生まれたての月の形のようにほんの少しと覚えておきましょう。左手全体を動かしたりせずに、人差し指、第一関節を少し伸ばすのがコツです。指の力を抜く、これが大切ですよ。ナナペケについてもう少し詳しく知りたい方は、ワンポイント忍びへその3、ナナペケ上達のコツの中で詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。では楽譜に戻りましょう。3小節目も4小節目も、表拍。ここは大きく。そして、裏拍は、優しく、でしたね。では、吹いてみますね。2行目です。2行目は、1行目とこの部分だけが違います。1行目の時は、ここが四分音符のソ、そしてここが四分音符のファの音でした。ここではソソファファとなっています。あとは一緒ですよ。では吹いてみますね。3行目です。半音ナナペケで始まっているので、ここは優しく入り、1拍半で伸びやかに、2小節目の1拍目、ここはぐっと押し出し、続く同じレの音は表拍ですが、優しく入りましょう。そして3拍目、ここは再びぐーっと押し出し、ナナペケは優しくでしたね。3小節目は全体的に優しく入ることで、4小節目、つまりラストの1小節、スタッカートを強調させましょう。では、吹いてみますね。では、早速音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は前奏4小節。1番、2番、繰り返し2小節です。1番を吹きますので、2番目から入ってきてくださいね。
カートを増やし、8分音符と16分音符の組み合わさったリズムに変化させてみましょう。変化させる部分は、ここです。ここを8分音符と16分音符の組み合わさったリズムに置き換えてみたいと思います。スタッカートも増えていますよ。たくさん跳ねますね。そしてラストの1小節、ここは先ほどと同じように跳ねましょう。では変わったところを見ていきますね。元は表拍、裏拍とも8分音符だったところが8分音符と16分音符に変わりましたよ。8分音符から16分音符に変わった部分がここです。そしてスタッカートはここにつけました。これでより弾んだ感じに聞こえます。吹いてみますね。2行目です。2行目は、1行目の1小節目。ここだけが違います。あとは一緒ですよ。では、吹いてみますね。そして3行目です。8分音符から16分音符のリズムに変わり、ここも元気よく吹きましょう。ラストの1小節のスタッカート、ここは一緒でしたね。では吹いてみますね。では音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は前奏4小節。1番、2番、繰り返し2小節です。1番を吹きますので、2番目からアレンジに挑戦してみてください。最後に1番を普通に吹いて、2番はアレンジバージョンで吹いてみましょう。繰り返し2小節はアレンジバージョンのラスト2小節を使いましょうね。では一緒に吹いてみましょう。4小節聞いて入ってくださいね。Thank you.
か？少しアレンジを加えて吹くというのも楽しいですね。曲がてんてんてんまりとずいぶん弾みましたよ。アレンジを難しく考えず、できそうなところから少しずつ入れてみてくださいね。チャレンジ、チャレンジ。さて、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、待ちぼうけ。お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。